の1ページに刻まれる今日のスターティングメンバーです。こう進めています。今日は前節のベルギー戦からは1枚、そしてルヴァン監督の、さらには高橋、藤本両ワイド、そして2トップ、ナサンホとオセフンというこういったメンバーということになります。さあ新たな東京ダービー幕開けです。田中が仕掛けていく、まだ持っていく、逆サイドで手を上げていますが遠藤、ここは縦を選択、そして長川から裏でボール、さあ抜け出してシュート、ナイスキーパー。フラッグは上がっていません、オフサイドないという状況でコーナーキックになります。さあコーナーは先頭が蹴ります。先頭からファーサイドへのボール、ダイレクトで通過、セットプレーから最後の3本、フルス対戦の一撃です。これはすごいわ。おそらく準備してきた形ですね、これは。これはね、はい、いやこれまたセント選手いいボールやわ。おそらく前にね、こう、そして小泉へ、あ、これプレスバックという形でした。おせへん、おおっと、こぼれ球に中川、うんと、どうかな、手を吹いてますが、あ、PK。いやでも今だから強引にでも行ったかな、はい、うん、改めて今のシーンご覧いただきましょう。あ、胸に当たった後に当たってるな。ここに入ってきてるのがカシーフですから ね、 そうね、サイドバックの選手が最前線で。いやこれディフェンスって本当もう難しいよね、この対応になった時に。もうこれはアンラッキーというしかないですよ ね、 ね、はい、もう後ろにこの初ゴールをマークした小柏。さあこの PK、 どうなるの、ポストに当たってゴールイン。うわ、触ってましたね、うん、ちょっと甘めやったな、スピードもそこまでなかったし。本当にこう前にも運べる、あとは中盤の選手へのつけるタイミング。お、ここは望月が追いつきそうだ、クロスを入れる、ニアに来た、ほらヘディング上手いんやって、オセフン来ました、ヘディングうまいんやって、今の難しいで。さあまた一歩前に出た町田、裏を取った望月、追いついてのクロス、そこにニア、オセフン飛び込みました。そうこれはね、今オセフンはね前に当てて開けてたのよね、最初に入ったらそこのポジションなくなるから、すっごいいい縦パスやと思う。うわすごい、縦に行く、縦に行ってマイナスのボール、ヘディングシュート、ポストだ。いや、すごい、ファーのところに位置を取っていますけれども、うん、さあ中央へのボール、うん、とエネケトルミタンのヘッドですが、ここでタイスキーパー、ここはホイッスルになってます。すぐに当たるのは始めましたが、ここで前半終了の笛ということになります。前半振り返ってバンドさんから一言ずついただきましょう。まあ、ダービーらしくやはりあの気持ちはねすごく入ってる両チームですし、はい、位置の入れ方、なるほど、はい、そこの本当に期待というのは大きいですし、前半目立たなかったですけど貢献したと思いますね。さあ後半で中川も絡んっていく、小泉中に入っていく、シュートは白井正面でした。お、小柏が狙ってました。原積田ドリブルで中入っていく、原積田シュートだ、そして上げていた、押し込んクロスバー。さあここはそのダシルバへ持ち続け戻る、さあ中に田原積田も行っている、中川、さらに遠藤もいる、クロスが入ってくる、キーパーハイボール。さあファーサイドでミチェルデューク、マイボールにします。ここからクロスが入る、荒木の落とし、そして藤本ブロック、ここは土井のブロックでした、まだあります。落ち着きがつきます。ミゲトロビザン、ここはジャザシルバー、あーいいディフェンスするな。もうここで長い笛が吹かれました。